皆さんこんにちは。223ゲート。221ゲート。225ゲイです。225ゲイ、あんたどうしたのよ。え、何がですか。いや、何がって。225ゲイの見た目がかっこよくなってる。どうしたのよ一体。ああ、これは管理員さんにお願いして、見た目を少し修正してもらいました。マジかよ。俺も見た目を変えてかっこよくなりたい。223系はこれでも十分かっこいいわよ。そうかい。なんか反応があまりない。で、これ甲子園バッティングじゃないか。嘘、Cも引き当てたわね。これは偶然すぎます。そういえば、今回はどこに行くんですか。今回は甲子園にレッツゴーだ。ああ、なるほど。甲子園に来たら、甲子園付近も見に行くのでしょ。着いたらわかるぞ。本当かしらね。それでは甲子園にレッツゴーだ。甲子園到着。あ、なんか高級そうな車両ね。これ何のラッピング車両ですかね。俺もわからん。とりあえず、駅の端っこ近くに行こう。あ、ちょっと待ちなさいよ。え、皆さんどこ行くんですか。姫路方面に来たのはいいけど、何してるのよ。なんかあったのですか。しー、二人とも静かに。嘘、これ聞いたことあるわ。バックナンバーさんの曲、アイラブルーね。正解。まさか、甲子園の駅メロになるなんて、感動だわ。バックナンバーさんのこと、知っているんですか。知っているわよ。ほう、実は選抜高校野球開幕で、甲子園駅メロが期間限定で、アイラブルーの駅メロになるんだ。ほんとうに最高。ありがとう、223系。いえいえ。この甲子園駅メロは、1年前にアップロードした郡生徒栄光の扉で撮影しましたね。ああ、ゆっくり実況を始める前からだな。そういえばさっき、大阪方面の駅メロ撮影はどうなったのよ。ああ、確認したら。全部聞こえづらかったです。まあ、仮説良かったですもんね。あとは、タイミングが悪かったのもだな。それはどんない。やってきたのは急行大阪梅田駅。そういえば動画で見ましたが、甲子園大会終わった後の駅のホームがどこ見てやばかったらしいですね。ああ、見た見た。人の量が密状態だったらしいな。でも、阪神電車さんは、そういうのを考えているものね。人気列車だな、意外とレアな。そうですね。そろそろ、駅を出ましょうか。ああ、了解。甲子園球場前に到着。甲子園球場の中に入って、試合を見るんですか。いやいや、違うぞ。ちょっと甲子園球場前を探索しようかなと思うんだよ。へえ、そうなのね。そういえば、この限定駅メロ期間はいつまでですか。確か3月31日までだな。期間が短いわね。いや、夏の方が長いだけだから。何の話をしているんですか。阪神甲子園球場の建物を撮影。もう試合始まっているんですかね。わからん。試合は始まっているらしいけど、あまり聞こえないのかな。まあ、私に言われても。もう少し向こうに行ってみましょう。ああ、そうだね。ここは高校野球グッズショップ。ここでは、タオルやメガホン、ボールなど売ってたわね。日常に使えるグッズとかもありましたね。でも、私が思ったことがあってね。なんだい。なんか美味しそうな匂いがするのよ。ああ、わかります。と、言ってももうお昼だからな。もう少し探索したら、昼食を食べに行こう。最後は看板を撮影。奥には、有名な選手の名前や解説などを書いてたわね。語彙力が。まあ、甲子園球場の外はこんな感じですね。そういえば、甲子園球場は2024年で100周年を迎えるわよ。え、マジ ?100 年の歴史と重みがすごい。実はさっき乗ったラッピングも100周年記念のラッピング車両よ。去年の夏に見に行った時は、その車両は見れなかったですけど。
うん、天ヶ崎で別のメンバーが撮影してたよ。え、そうなの？うん、そうだよ。へえ、後で見てみよう。とりあえず昼食を食べに行くわよ。ああ、疲れた。まさか、ゲームセンターで207系に遭遇するとは。しかも、めちゃくちゃレンダーって言ってたし。うん、これ以上言うの早めようか。とりあえず、今回の動画はこれで終わりね。あと、甲子園駅で撮った鉄道数は後日アップロードします。最後にチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。